サードラローソーです。赤赤です。これでなんかすっきり戦えそうですけどね、持ち点が、まあ、あの今の上がりでね、はいはい、まあ、すっきり戦うって何ですかって言われそうですけどまああの点数状況あまり気にせず、うん、落ち着いてと言ってもいいかもしれません、はい、まあ、小林はねオールウェイズ落ち着いてるでしょうけど、さあここで一面ザカメンツ完成しました。うん、クリスマスですか。うん、うん、ペー三山ですね、うん、こういう時もトンナンシャーじゃないですよね。キーは一個も持ってないペーがどうなるか。しかもこれ他のところでメンツができてないって結構役満行きやすい状況にありますよね、うん、あーできた。まあでもペー探検の材料は揃いましたけどね。揃ってます。まあただチーソーになんかくっつくとかでね、本一で十分なんでしょうけど、はい、いやでも、はい、僕は十分じゃないです。まあまああの麻雀打つ人なら全てね、はい、小卒は意識は必ずしますよね、ただめっちゃ遠いのは分かってますけど、まだまだね、はい、3つ目とかが泣きづらいですからね、もうすでに2つ目までは泣けそうですが、ただこれまだなんとこれトン、あ今何が1枚出ましたね、これトンとペイをね1個ずつ持たれてるだけなんですよ。だシャーがアンコになったりしてペイ引いてペイ引いてトンとのシャンポンは結構上がれるパターンありますよ、うん、さあ伊達は、ナンをポンしてイーシャンテン当然と言っていいか取ってません、はい、これで岡田がくっつきですね。ドラのローソージャンとこれは勝負だぞ。そうなると岡田にトンかシャーが行くと出ますね。ただあの少数紙になるとね、どうしてもあの掃除の本一一直線に見える捨て牌じゃないですか、はい、そこでリャンゾーとチーソー余るわけですからね、相当少数紙ケアされる形にはなってはしまいますけど、ね、なるほど。さあここで岡田の天牌です。先制リーチはカンパーマン、ドラのジャントー統一です。ドラのローソーがジャントーです、うん、さあトンも泣けた。チーソー現物ですがイーマンから行く。ここでね岡田さんとかがシャワー持ってきてポンって言われるとちょっと待ってって思いますよね。一発もだったよ。本当だ。うーわー、パーマンが2枚か、あ1枚。ドラローソー頭の十分なリーチです。ペイがこれで3枚目、山に1枚、伊達の役満の可能性は非常に厳しくなりましたが、岡田の町が1枚だけに伊達は非常にチャンスで追いつけば、まあ、ただ伊達さんのあの手格好だとペイはつもぎりになると思うんですよね。あもう今となってはシャーアンコとかね、シャーポンしてからじゃないと、うーん、ここは現物のチーソーになりました。小林さんとかね、はい、いやでもまだ危ないですよこれ。やっぱりこれなんかパーマン取ってウーマンウーマンって切りやすくなってっていうね、3枚切りやすくなるでしょっていう切りがあるんですが、ポンだ、泣かないって内崎さん、うん、冷静。えだってこれポンしてリャンソテンパイ取った後、はい、薬満のテンパイがありえるんですよ。これはやめるってことですよね。ですからね、これトップ目だからってことですか。いや数万は意地でも打たないってことでしょうね。いやすごい、イーマンは通したんですけどね、とですね。しかも短期待ちの可能性もかなり否定ですから、これはひどいね。いやこれは降りたと判断したい。岡田に通ってるソーズは打っていきたく見える。どうなるか。あんま1枚ですか。はい、うん、ペーはねだいぶ切りやすく見えますね。伊達さんもこれでパーソーがノーチャンスになって切りやすいですか。どうやら各選手受け駒がだんだん出揃ってきた状況に見えます。
か小林さんの急走とかももう短期にしか当たらないですもんね。ほぼ当たりようがない牌ですよね。さとなると残りパーマンあと1枚ですか。いやでも押し引きの感覚っていうんですかね、はい、伊達さんって本当独特ですよね。独特ですよね。あー、うん、パーマンだ。これポンして全突破は積もられてますね多分。そうなんでしょうね、はい、パーマンがこれで山からなくなりました。まあ、何しろ数アン積もり数アンコのテンパよね、はい、折りぐらいの弾力がある選手です。ウーマン通りましたよ。あれちょっと待ってください。リャンソー通ってない。数走が中筋、パーソーがノーチャンス。はい、さすがにパーソーか2枚持ってる分あと2巡あるからパーソーの方有力ですか。そうですね。うん、パーソーになりそうだがどうだ。3層は3枚見えてる。チーソーが4枚見えてて、まあ、2枚持ってる、はい、ドラがローソーでね、リーチの1巡前にチーソー切ってあって、はい、パーソーのシャンポンってことはないよねって感じですよね。ましてやドラまたぎのところパーソー短期で待たないでしょうっていうのもあるでしょうし、はい、だいぶ切りやすいですか。パーソーですね、うん、これでどうやらしのげそうです。まあ、ただ伊達さんもね完全に普通の人をね行く人が多い中完全に引いたわけですから、はい、ちょっとでも補充するわけにいかないもんね。そうですね、あそこで引いた以上はね。ポン押しなかったわけですからね、うん、これはずらしに行きましたかね今。パーソーメン、あでも違うな、チーソー4枚見えてるからまあ、ポンだったらありえるってことか。あこれは瀬戸熊に泣きたい牌を打ちたいってことですかね。泣ける牌を探したいか、いやパーソンになる。あそうしか打ちようがないもんね。うん、ね、まあ、実際山にはパーマンは残っていないんですが三者ともに岡田の牌手をずらそうという目論みがありました。これで流局です。今度の4局は岡田一人天敗での流局となりましたが、はい、まあ、伊達の七引きがこう面白かったですね。いやしかも決してねそこを意図したことではないんでしょうけど、うん、はい、いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。